アマレスニュース、アマレス兄弟のアマレス太郎です。本日も6月16日から19日に行われるレスリング全日本選手権の明治杯のおすすめの試合をご紹介します。本日は女子 53kg 級、こちらの出場者の中で最も注目されている選手はやはりこちら、藤波朱理選手。全日本選手権2連覇、世界選手権、アジア選手権でも無失点、相手に1点も取られずに全試合テクニカルフォール勝ちという圧倒的な強さで、世界中には敵がいないんじゃないかというくらいの強さを見せております。連勝記録が97と、今や世界が注目する藤波朱理選手。ここでアマレスメモ。そんな藤波朱理選手の好きな食べ物は芋けんぴ。以上、アマレスメモでした。その他にも日本選手権、世界選手権でも2位という実績を残している実力者入江菜々美選手、世界選手権2連覇をしている奥野春菜選手など、強い選手がたくさん出場します。吉田沙保里さんが築き上げた 53kg 級の伝統あるこの階級を優勝するのは一体誰なんでしょうか。東京オリンピックで 53kg 級を優勝した向田真優選手は、今回は一階級上、55kg 級に出場します。向田真優さんはオリンピック後にご結婚されて、志土地真優として 55kg 級に出場します。東京オリンピックでセコンドに志土地翔太さんがついて、最後の最後まで攻め抜いて2人で勝ち取った金メダル、これは日本中が感動したと思います。東京オリンピックでは向田真優として金メダル、パリオリンピックで志土地真優として金メダル、出産した後もレスリングが続けていきたいということなんで、ママでも金という偉業を成し遂げるかもしれません。実は志土地選手とアマレス兄弟で一度イベントでご一緒したことがあるんですけども、青空レスリングというイベントでアマレス兄弟ネタをやらせていただいたんですけども、その時音響トラブルが起こってしまって、相方のアマレス兄が対応に行ってしまったので、僕が舞台上で一人になってしまったんですけども、その間10分間僕は一言も喋らずにただ佇んでるだけという大失態を犯してしまいました。それを見かねた手伝いに来てた役員の方が慌ててマイクを取って漫談でその場をつないでくれたという、その時は本当に申し訳ございませんでした。そんな志土地選手が出場する女子 55kg 級は、他にも全日本選手権や国際大会でも多数優勝経験のある実力者今井海選手など強い選手がたくさん出場します。そんな志土地選手と、先ほど紹介した 53kg 級の藤波朱理選手が、今後はパリオリンピックの出場戦をかけて激突するという、そんな夢のカードも今後は実現すると思います。こちら 53kg 級は6月18日の土曜日に、そして 55kg 級は大会最終日の6月19日日曜日に開催されます。ぜひ駒沢体育館で生観戦しましょう。ありがとうございました。